はようございます。今日はチェンマイの旧市街の外の北のエリア、そのあたりをぐるっと歩いてみたいと思っています。お堀の向こう側は旧市街の中です。で、お堀の外側、今ここに立っているのが旧市街の外ということです。ソンデルって言うんですかね、乗り合いのタクシーみたいなバスみたいなものもいっぱい止まっている場所です。ターミナルになってるのかな、乗り場になっているのかもしれません。画面中央に映っている大きな木のちょうど右側あたりにチャンプアック門という旧市街への入り口があります。今から800年ぐらい前、西暦1296年に当時この辺り一帯を治めていたラーナー王朝の首都がここチェンマイに移されたそうです。で、その時に初めて作られた門っていうのがこのチャンプアック門なんだそうです。チャンプアックっていうのは白い像という意味だそうで、今から150年くらい前のタイの国旗はこんな感じで白い像が描かれていたそうです。タイではですね、今でも像法っていうのがあって、像の法律ですね。白い像がいたらそれは国王に献上しなければならないそうなんです。で、その像が白い像かどうかっていうのは全身真っ白じゃなくてもいいそうなんですね。体がいろんなパーツに分けられていて、その一定数が白ければ白い像というふうに認定されるそうなんです。白い像を献上すると莫大な報奨金と高い地位が約束されているようなので、宝くじ買うとか変な投資話に乗っかるよりもいい話かもしれませんので、皆さん探してみてはいかがでしょうか。チャンプアック門から北に伸びるこのチャンプアック通りは毎朝早朝からお昼頃まで朝市が行われているそうです。旬の野菜や果物がどこよりも早く並ぶし、しかも他の市場よりも値段が安いそうなんです。今北に向かって歩いてるんですけど、結構大きな道路ですね。歩道にはお店が出ています。朝9時頃なんですけど、朝市なんですかね。服も売っています。トマトとかナスを炭火焼きして売っているおばちゃんがいました。超美味しそうでした。焼きナスってね、美味しいですよね。子供の頃はなんであれを美味しそうに食べてるのかよく分からなかったんですけど、いつの頃からかあの美味しさが分かるようになりました。まだね、ちょっとしか歩いてないんですけど、いい意味で田舎感みたいなのが感じますね。チェンマイは地方の町なんだから当たり前なんでしょうけど、ひとまずコーヒーを飲まないと何も始まらないと思うので、美味しいコーヒーを飲みに行こうと思って歩いてるんですけど、ちょっとね、行きたいお店があるのです。ここを曲がった頃だと思うんですけどね、実は1回数日前に来てものすごくコーヒーがね、美味しかったのでまた戻ってきてしまいました。見えてきました、ここが赤山コーヒーの本店です。この赤山コーヒーというお店はミャンマーの国境近くにあるアカ族っていう少数民族の村で栽培されているオーガニックでフェアトレードのコーヒーのお店だそうです。その村の収入源を作りたいということで、そのアカ族の村の出身の若者が立ち上げたらしいです。今のところチェンマイに3店舗あって、東京の神楽坂にも初の海外店舗があるそうです。赤山コーヒーさん、美味しかったです。飲み終わりの3分の1ぐらいのところにできる混沌とした感じっていうのが絶妙なんですよね。すごいいいなと思って、美味しいなと思ってまた来てしまいました。で、あと Wi-Fi のパスワードがめちゃくちゃ面白いので、もしお店に来る機会があったらレジのところに貼ってあるので見てみると面白いと思います。ごちそうさまでした。美味しかったです。さあ、赤山コーヒーさんで美味しいコーヒーもいただいたので
今日の私のすべきことは全部終わりましたのでこれから何しようかなという感じなんですけども、ちょっとこのエリアをですねまた歩いて散策してみたいと思います。この辺りは宿が多いですね。いや、宿というかね、アパートメントとかコンドミニアムとか長期滞在者向けのマンション、お店もね結構多くありそうなので長期滞在にも便利なんじゃないでしょうかね。ビュードイマンションだって 1,2,3,4,5,6 階建てぐらいの建物ですね。なんかシンプルでいいですね。白い壁、そして緑の芝ね、まあ、居心地良さそうですよね。ラウンドアバウトの交差点がありました。ラウンドアバウトっていうのはこうした円形状の交差点のことです。タイではこの交差点結構街中で多く見かけるんですよね。信号とか一時停止線がないっていうのが特徴なんですけど、タイの人たちって車の間をうまくこうすり抜けて道を走ったり渡ったりするんですよね。なのでこのラウンドアバウトが結構普及しているんじゃないかなというふうに思いました。塔が立ってんのかなと思ったらそんな感じでもないです。照明でした。広い道はちょっと怖いので2本ぐらい路地に入りました。なんか落ち着いていいです。今日も相変わらずノープランでもう何にも決めてません。なのでどこ行くか何が起こるか全くわからないんですけれども、直感を鍛える訓練をしないといけませんからその修行に今日も勤しみたいと思います。直感でもう全部選んでいく。家を建ててるっぽいですね。柱を支える、さらに仮の柱みたいなのを支えてます。何ができるんでしょうか。こういう なんていうんですかね、日用雑貨屋さん、このスタイルのお店も結構至るところにあるんですよね。おそらくなんだろうな、日本の百均的なお店のような気がします。通路か倉庫かよくわかんないですね。これ歯ブラシとメガネのセットなんですけど、やっぱり歯ブラシとメガネはセットですよね。こんな感じで日用雑貨のありとあらゆるものが売られているというお店で、店名を調べたらプラスチック店みたいな風に書いてあったので、プラスチック製品が主に販売されていて、でそれに付随するいろんなものも売られてるみたいな、そんなような店なのかなと思いました。猫ちゃんがお話をしてましたね。可愛らしいですね。こんにちは。猫のお昼ご飯なんでしょうか。バナナの皮に包んだ魚を発酵させてるようなものをおばちゃんが持っていて、あれを猫にあげるんですかね。いいもの食ってるな。結構北の方に歩いてきて、また大きな道路にぶつかりました。本当広いですね。もう国道1号線かっていうぐらい、そんな存在感のある道路です。なのでこういうホテルですね、二つ星とか三つ星とか言われるそんなホテルなんかもこの辺にはあるんじゃないでしょうか。よくわかんないんですけど、でちょっと大きな道はですね怖いので大きな音とかは怖いので、さらにまた北の道からまた元に戻りましょうか。あ、でかいですね。でかいホテル、チェンマイグランドビューって書いてあります。ホテル&
コンベンションセンターなんか、なんか国際会議とかもやるんですかね。まあ、すぐにね細い道がありましたので、大きな道路は怖いので小さい道に行きましょう。静かに過ごせる方に向かいましょう。あー、でやっぱり1本入るともう全然車の通りがなくて差が激しいですね。おー、なんかなんだこれは、料亭みたいな建物が現れました。あ、なんかいますね。あ、猫か。ちっちゃいな、かわいいな。があったので行こうかなと思ってたんですけど、やめました。もう今日今のこの瞬間の巡り合わせに身を委ねるっていうんですかね。私は今修行中の身なので、そういう修行もですね日々課していく必要があるわけです。あの赤いでかい矢印の看板はついつい邪魔かなって思っちゃう。最後読める人はなんて書いてあるかわかるんだろうけど、読めないんだけど、ちょっとあの赤い矢印に本能的に誘われてみました。何なんでしょうね。なんだこれ、何気ない花が本当綺麗だな。後で見てもなんだこれって思うんだろうけど、美しいな。いや、結局あの看板にはサバンナパパイヤサラダと書かれていたみたいです。サバンナパパイヤサラダ屋さんがあるんだと思います。トレーニングジムがありました。でかいですね。でかい倉庫が全部トレーニングっていう感じです。あれ結構人いますね。うわー、すごいな。ちょっとした学校のでかい体育館ぐらいあります。人もね、何くらいいるだろう、2、30人いるんじゃないですかね。これはすごい。マスキュラーレイヤーっていうのかな、筋トレをする習慣のある人はここいいんじゃないですかね。すごいおしゃれだし、モチベーションにもなるんじゃないの。さあさあ、どっち行くかを直感で決めるんですけど、こっち行くとね大きな道なので、まあこっちでしょうね。結構長くまっすぐな道が続いています。で向こうはちょっとね、なんか多分排気ガスだと思うんですけど、曇ってその先がどうなってるかよく分かりません。でもだいぶ先まで続いています。こういったお水を配る仕事、ビジネスっていうのもあるんですね。タイは水道水はあんまりきれいではないので、飲んだりしない方がいいというふうに言われていて、スーパーとかで水をね 1.5 リットルのペットボトルを8本セットとかで重いのを買ってきてもすぐなくなっちゃうんですよね。飲み水とか、あと食器洗うとかそういうのにペットボトルの水使ってると。だからね、ああやって運んでもらえるのはいいですね。チョコバナナ、違う、そうだ、チョコレートバナナココナッツミルクのスムージーです。砂糖を抜いてもらいました。氷も半分ぐらいにしてくださいっていうふうに頼みました。ちょっといただきます。
然なバナナの甘さと、あとチョコレートの苦みと、冷たくなさすぎないのもいいですね。チョコバナナスムージーを飲んだんですけど、ものすごく美味しかったです。砂糖を抜いてもらって、氷を半分ぐらいにしてもらって、それもちょうど良かったです。こういうのが飲みたいなっていうのが本当に飲めたので、身も心も満足ですよ。ベジタリアンのレストランなんですけど、オーガニックのチョコレートも扱ってますよって書いてあったので、今さっき飲んだスムージーもいいチョコレートだったんじゃないですかね。ものすごく美味しかったです。60バーツでした。目の前に犬がいると思うんですけど、黒い犬、これさっきのねスムージー飲んだお店にいた犬なんですけど、ホコリマルケなんですよねああどっか行っちゃった。ホコリをいっぱい体中につけて、なかなか面白い犬でした。ああまた大きい道路に出てしまいました。ああ交差点もでかいな、怖いな。じゃあせっかくここまで来たので、ちょっとねこの道も越えてみましょう。特にどっか行きたい場所があるわけではないんですけど、まずこの道路をですね渡る必要があります。躊躇してると渡れないんでね、こうやって思い切って一歩踏み出すと案外なんてことなく渡れたりします。うわこれもすごいな、なんだこれ、高速道路。この道路はチェンマイ旧市街の外側、北西から北、そして東側をぐるっと取り囲むように走っていて、バンコクのちょっと手前ぐらいまで伸びている幹線道路のようです。地元ではスーパーハイウェイというふうに呼ばれているみたいです。これを渡るのもご苦労だな。でも横断歩道あるな。あれ今のうちにもう渡れる。思い切りが大事ということですね。ああ、でこっからはもう本当郊外の街並みって感じですね。遠くて見えないかもしれないんですけど、トヨタの看板があったり、あとドラッグストアとかガソリンスタンドのでっかい看板が、だから日本の郊外の国道の景色とあまり変わらないような気がします。この辺を徒歩で歩く人っていうのは少ないんじゃないですかね。歩いてるかお店の人がもうほぼ全員珍しそうに見るんですよね。顔になんかついてるんですかね。この道をさらにまっすぐ行くと、プーミポン前国王にちなんだ公園だとか山岳民族博物館もあったらしいんですけども、ちょっと時間がかかりそうだったのでここらで引き返すことにしましょう。犬が寝ています。タイルの上って冷たくて気持ちいいんですよね。あー起きた、あー起こしちゃったか、あー起きなかった、強さそうだ。ぐっすりお休みください。大きな道路のところに戻ってきました。今すごいパイプがいっぱいつながっています。この道路をですねとにかくちょっと渡って戻らないとどこにも行けない感じなので、渡っちゃいましょう。さあそして例によって大きな道路は怖いので、すぐに小さな道を歩きたいと思います。おお、これはバナナの木でしょうか。街の何でもないところに、ね、バナナの木が植わってるってすごいですね。まあタイではそれが当たり前なのかもしれないけど、日本では春になると桜が咲いてっていうのは当然のこととしてみんなが思っているので、まあ、そんな感じなんじゃないでしょうか。あ、犬が寝ています。こんにちは、勤めご苦労様です。犬はね大変ですよね人が来たら一応形式的に驚いたふりをして吠えなきゃいけないから。なんか壁が高いな。道路工事をしているみたいで、まっすぐは行けませんって書いてありますね。じゃあまあこっち迂回しますか。 あとね気がついたんですけど、この辺りはお寺がないですね。まあちゃんと調べればあるのかもしれないんですけど、
あ、ここお寺だって思ったのが今日は一回もないんですよね。旧市街の中はもうコンビニより多いというか、そのぐらいたくさんあるんですが、この辺りは今のところ見かけてないですね。日が当たる場所を歩くと暑いっていうことにようやく気がつきましたので、ちょっと反対側を歩きたいと思います。右に車とかバイクの通りが多いですね。そしてなんか象が組体操してるみたいなモニュメントがあります。 CMRU チェンマイラジャバットユニバーシティ、でかいですね。大学の周りには安いコピー屋さんっていうのがあるんですね。コピー屋さんだと思う。1枚5円とか。でまた大きな通りに出てきたんですけど、あれはなんだろう、看板なのかな。向こう側に行く道路の上に門みたいな感じで板が貼っ付けられてますけど、こっちにもまた街がつながっている。いろんなお店があるなあ。あれはなんだ、なんか丸いでかい容器が見えてきました。あれなんですかね。一人で乗り込む宇宙船みたいな。中はなんかゴミが入れられてしまっています。なんでしょうね、これ水かなんかを入れとくタンクなのかな。ウェイブプロダクトって書いてあるから、なんか水関係じゃないですかね。なんか暑いなと思ったら、やっぱり日が当たる場所を歩いていたんですね。であっちが日陰があるので、あっち側を渡りましょう。ちょっと気になる建物があったんですけど、バスターミナルですかね。ここはチェンマイバスターミナル1、地元ではチャンプラックバスターミナルと呼ばれているチェンマイで一番古いバスターミナルなんだそうです。チェンマイには今3つのバスターミナルがあるらしいんですけども、ここには郊外とか県内行きの比較的近距離のバスが運行しているそうです。バスだけじゃなくってソンテウっていう乗り合いのタクシーも結構止まってたんですよね。でこのソンテウっていうのは色に意味があるらしくって、旧市街とかでよく見かける赤いソンテウっていうのは乗客が行き先を指定できる、だから本当にタクシーみたいな感じらしいんですけど、赤以外の黄色とか白とか青のソンテウっていうのは色別にルートが決まっている、だから路線バスみたいな、そんな感じなんだそうです。建物が特徴的で、こうした丸い建物が3つ連なってるんですけど、西側から売店、真ん中がチケット売り場、そして東側がトイレになっていました。で近距離のバスしか乗り入れてないので、旅行者とか観光客があんまり来ないと思うんですよね。利用者もほとんどが地元の人でした。だからここに来ると地元感とかローカル感っていうのが結構味わえるかもしれません。そんなにね、ひっきりなしにバスが入ってきて出てとかいう感じもないので、時間帯的にそういう時間なのか、朝とか夜になると便が増えるのか、あるいはそもそもこういうものなのかちょっとよくわからないんですけど、バスターミナルですね。おっ、犬クジャラの犬が道路を渡りました。歩きながらおしっこをして、それを自分で匂いを嗅いでいます。さあ、そして朝出発した地点に戻ってきました。今日はチェンマイの旧市街、この道路の向こうは旧市街の中です。で、この道路の外側の北側の地域をぐるっと歩いて回りました。でもうそろそろね、夕方なので、こうやって道路に椅子とテーブルが並べられて、これから皆さん、あ、でしかも金曜日の夜だから、たくさんの人がここに集まって楽しく飲んだり食べたりおしゃべりしたりするんじゃないでしょうか。もうだいぶね、西日が傾いてきたので、
そろそろ散策を切り上げてですね、夜は部屋でまったりと過ごしそうかなと思っています。今日はチェンマイの旧市街の外の北側のエリアを回ったという動画でした。以上となります。お付き合いありがとうございました。さようなら。